はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、鬼滅の刃のタワーディフェンスになんと、アップデートが早くも来ましたね。いやこれ多分ね、もう完全にちょっともうその流れ来てんじゃないかな。多分制作者さんが多分治ったんじゃないかな、動かないっていうのが。前回の星八炭治郎から動き始めたから、それでまた更新が始まったと思うんだけど、あ、ちょっと待って、その前に、こちら、まあ、何のキャラが出てきたのかというと、あ、やった、コインラッキー。あ、ちょっと待って、この前にちょっとこれ引いていい？これ、星4煉獄さん今欲しいんだ。あ、でも17分あるからまだいいかな。ちょっとまず紹介しようか。今回、どのキャラクターが、まあ、上がったのかというと、上がったというかね、その、来たのかというと、こちらです。星8善逸です。で、この善逸は、これ、星7善逸を、多分、まあ、これやると星8になるんだけど、じゃあどうやって作るのっていうことなんですが、僕まだ持ってなかったので、今ちょっと裏っていうかまあ、作れる状態にはしておきました。はい。こちらの善逸ですね。はい。この善逸。まあ今、あと渦井さん星6が必要なので、この渦井さんを、はい、こちら。サマー！よーし。で、この状態で、善逸いきまーす。善逸をゲットすると。よし！で、この善逸、今、星6なんですよね。星6ということで、この星6の善逸を星7にすると、星8の善逸まで持っていくことができるということで。いや、善逸って言うとさ、やっぱり攻撃範囲じゃん。だから、ちょっとPVP とか、かなり有利に持ってくれるんじゃないかな。で、これだね。この善逸のはず。大丈夫だね。はい。この善逸をダイヤも、1000個溜まっております。でさらに、これ敵を1万5000体倒すとアップすることができるので、僕はずっと無限列車で敵を倒し続けてたので1万5000も上がります。アップレールきたー。星7善逸で、この善逸をおそらくここに置けばいけるよね。いけるよね。あれなくね。あれ、あーよかった、びっくりした。あーできてた、びっくりした。マジでビビった、マジでビビった。ノットって書いてあったから、はぁって思った、一瞬。いや、正直怖かったのよ。こっちの善逸だったらどうしようって思ってて。いや、でもさすがにそれはないよな、っていうか、顔的に違うと思ってたんだけど。いや、これもちょっとやりたいなと思ってんだよ。この善逸、課金善逸めちゃんこ強いらしいの、これ。この善逸がめちゃんこ強いらしくて、やりたいんだけど、10% なんだよね。しかも結構高くて。ちょっとね、その勇気はない。ので、ちょっと一旦放置してんだけど。ということで、無事、星8善逸、かっこいい！うわ、47万火力がいろいろぶっ壊れてるよね、これ。距離が、でも、うん、距離書いてないよ、これ。ん？どういうこと？うわ、待って、距離めっちゃ長い。あ、強くね？強い。これ強いっす。クールタイムは早い。防御力がどうなんだ。でもやっぱりお金が1万かかるんだよね。それがどう響くかっていうところではあるんだけど、ちょっとこれない、ま、これはあんまり関係ないんで、今は関係ない。とりあえず PVP でちょっと使ってみたいんだけど、まずちょっと PVP 使う、あ、そう待って、その前に、まあ今回ちょっとこの善逸を紹介、ちょっとしたいのと、あとちょっとガチャでちょっと今煉獄さんをちょっと引いときたいので、蛍が思ったよりね、ちょっとPVP で動かないという事案が発生しておりますので、まあ、これでいきましょう。で、赤座、一応突破できんかったやっときように赤座ですね、そちらを入れてちょっと PVP 挑むんですが、こちらよ、まずこちらでござる。よし、今煉獄さん、さらに、あ、無一郎くんも星5足りないから、ちょっと見た目悪いですけどすいません、少ないんでちょうど欲しいんでいきます。はい、オフしたかないった。一応どうだ、150連ぐらいできるかな。ちょっと150連ぐらい引いていきましょう。あ、マコモちゃんいきなりいいんじゃない。さあ、なんだこのマコモちゃん パーリー。よくない。よくない。よくない。ああ、いい。すごい。いいね。でも、一番欲しいのは、ああ、無色。嬉しい。星5は嬉しいんだけど、あれ、ちょっとおかしいね。あれ、なんで星4が全然出てこない。あれれ、ね、星5がやっと出てきた。星5の方が出てくる。まあ、嬉しいっちゃ嬉しいけど。いや、違う。ちょっと待って。煉獄さん少なくね。煉獄さんが全く出なかった。ちょっと待って。これ、それ困るな。煉獄さんね、地味にいるのよ。星4煉獄さん。
あの国志望作る時とか鬼の王の炭治郎それ作る時の星四煉獄さんいるんだよな。星四煉獄さん意外とねこれあの結構出るっていうか必要になる時多いのよ。えブラックマーケット星5か。これ今ちょっと引きたいな。星四煉獄さんの時にちょっと引きたかったでごじゃるが残念ながら。あーでもタスクで一応ちょっとある。まあでもほとんどこんぐらいだな。まあ、ちょっと引けるわ。あーあとメリークリスマス。ああちょっと待って大丈夫1000コインこれで10連分ぐらいはあるか。そうねちょっと10連分だけちょっと引かして。ここで煉獄さんもう1体ぐらい欲しい。あー微妙に足りないよ。ちょっと待ってひー足りない。タスクダメです。ああありますあります。オンライン時間30分経ちました。ありがとうございます。いけおりゃはい終わり。くそ何なんだよこれは。何だというのかね。くそまあでも星5あの無一郎くんもかなり貴重だからね。これが出てきたのはいいんじゃないか。ということでじゃあ今から、PVP ちょっとやってみたいと思います。善逸が果たしてどんな感じなのかちょっとそれがまあ動きはするでしょう。動きはすると思うんだけど、で結構善逸って強キャラっていうか強いキャラに分類されることが多いから結構正直期待してます。銃いるよ。来い来い来い。えダメ銃来て。いやでも前僕銃と当たったよ。よし来た来た早い早い。しかも銃の下だぞ。やばいめっちゃ楽しみ。緊張する。いや間違いなく化け物級の強さなら間違いない。いやいや負けてもいいんだよ。負けてもいいんだけどそれとその人と戦えることが私は幸せ。よし嬉しい嬉しい嬉しい。やったやった嬉しい。なんでこのおばあちゃんバグってます。あれだ分かった。これなんでバグってるかっていうとあれなのよ。そのうわーちょっと待ってこれちょっとうわーマジか。おばあちゃん足らんこれ。えあこれもダメかびっくりした。あのね今素材に使ったんだよ。さっきのおばあちゃん、さっきのおばあちゃんっていうかこれねここに見えてないだけで素材に使ったら消えます。マジか。あでもうわー出せない。待ってうわー12体までしか出せん。少ない。3体。うわー2人分少ないな。うわーよろしくお願いします。さあすごい全く僕と同じような戦い方してる。あの配置あ間違った。赤と出しちゃった。違う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 君じゃない君じゃない君じゃない違う違う違う。そうじゃない。ちょっと待って、こっち間違えたわ。うわ普通に間違えた。あーなるほどこの配置ね。そうだよねやっぱこの配置強いよね。周りも一応赤座対策にこっち置いてんだ念のためね。赤座いやーちょっと待って、でもこれ上がり幅が少ないんでおばあちゃん2人分常にいない状態だからさ。うわーこれもったいねえことした。いやこれ善逸多分ね今持ってる人少ないと思うよ。この善逸星7善逸を偶然持ってる人だったらあれだけど星7善逸常にあんまり持つ人いないんじゃないかな。そうなってくると今日アップデート来たばっかなんですぐさま善逸を僕は作ったんだけどちょうど素材もあったからね。どうなんだろうね。でダイヤも1000いるしでしかも1万5000体倒しとかないといけないっていうのを考えると多分どうなんかな。ちょっとわからんな。とりあえずちょっと僕速攻で善逸出します。まだレベル1。まあでも多分あれだよねお金貯めてるだろうからすぐレベル2とか3にはしてくるとは思うんだけどちょっとレベル1でもどれぐらい戦えるのかっていうのをちょっと見ておきたい。お相手さんも多分この数的に何体出してる、あでもお相手さんも13体なんだ。一緒なんだってことはまあ僕とほぼ一緒のお金の金額だと思ってればいいんだよね。じゃあちょっと善逸いってみましょう。善逸はいどんなもん動くよね。それそうだよね。さあどうでしょうこの善逸で。かっけーマジでかっけえこれ。さあ果たして、さあレベルをまあ上げてくる。2レベルだけど、さあどう、どうなんだ。止まって、なんかビクビクしてない、ビクビクしてない、大丈夫、ビクビクしてる、ビクビクしてる、なんか大丈夫、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 でもどうなんだ。さあどう、あれもしもーし、しもしも、しもしも、ちょっとねえなんかおかなんかねえ大丈夫かな、なんか心配になっちゃった大丈夫今、よくないんじゃない、今よくないんじゃないの。
ガラス、あ、トライアングル、あー、ごめんなさい、あ、どうもどうもどうも、トライアングルと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。レベル10の方だね。お強いね。いや、これも赤座で突破じゃないもう。赤座で突破す。全員つきゅーん。全員つきゅーん。ちょっと、私悲しいよ。おじさん悲しいわ。マジか。いや、痛いが。これができるのがやっぱり強みを赤座のね。どうだこれ。無理か。あ、やばい。危ねえ。オープンだいや、赤座でいいじゃん。これ赤座でいいじゃんになっちゃうんだよな。どうしような。うわぁ廊下より1だ。わぁ、かっこいい。いや、これちょっと相手とお相手さんちょっと敵対するの楽しみだな。全員ちょっともう一回出したい。やっぱりせっかく今回のね、メインではあるから出したいんだけど、お相手さんそろそろ攻めてきそうな気がするので、一旦ちょっとこれお相手さん強いから最高レベルにしとくわ。これはね、念のため。で、おばあちゃんちょっとこれまあ一回打って、いやーこれもうちょっとな、おばあちゃん出せるんだよな。で、でもちょっとお相手さんにちょっと時間の猶予を与えちゃうのは良くないんだけど、なるほどね。今3レベル。まあでも間違いなくお相手さん多分星4で攻めてくる構えをしてくるとは思うから、まあでもこの前逸に関してはね、あの無限列車とかの時はまあ間違いなく強いし、まあ動くってだけで強いし、なんかちょっとレベル1でも可能性ありそうだったね。あれレベル2レベル3になってくるとどうなんだろう。なんかもっと、いやでもね、赤座がちょっと強すぎるんだよな。なんか敵を赤座だとガンガン倒してくれるんだけど、善逸なんか貫通しなかったもんね、技にしても。そこら辺がどうなってくるかだな。いや、お相手さんのこの静けさが怖いよ。あー、そしてレベル4だね。そうだよね、やっぱり無惨が強いよな、防御で言うと。星4のキャラクターだろうが結構倒しちゃうからね。範囲、やっぱり範囲攻撃が長いからさ、攻撃範囲が。だから、星4の敵が来た時にね、クールタイムも短いし、これすごい早くクールタイム来るから、星4の敵キャラクターが来ても、ここら辺におばあちゃんを配置してさ、ずっとそのキャラクターを足止めしとけば、無惨の攻撃2回か3回でもう、倒せるから、そこ考えるとやっぱ強いな。さあ、そして、テオニをパチコン。お、何耐えるね。やるね、君。まずいか、これ。大丈夫か？大丈夫だよね。近づいたら通常攻撃で倒せるとは思うんだが、おばあちゃん、おばあちゃん。よし、オッケー。2万か。これ一回ちょっと相手の陣営潰したいです。崩したいから、ちょっと全逸は一旦置いといて、ちょっと赤崎んで、あ、待って、まずい、まずい、まずい、待って、ま、何してん、何してん、ちょ、無惨の攻撃飛んでくるってどうだ、これで。ちょっと、弱らせたい。ダメ、こけてる暇はないんです！こけるな！こけるな！よし、いいぞいいぞいいぞ。一発、もう一発耐えるよね。オッケー。で、念のため、これ、すぐ。大丈夫。これね、こっちが先だから。こっちが先に撃てるはず。スキル、撃て、どうだ？撃て、よし！もうちょいか！もうちょいか！もうちょいだ！もうちょい。これもうちょい。ちょ、倒そう。これもう一発いきます。もう一回。不死鳥のごとく。で、ちょ、早めに。そう。オッケー、いいよ。不死鳥のごとく。さあ、だいぶ、な、マックスになってる。あ、出し直したかな？いや、でも出し直したんだったら、お相手さん、お金かなり使ったでしょ、これ。お金をかなり使ったと思う。それ、これはかなり大きいんじゃない？さらにトントンでダメージ与える。で、もう一回これ出そう。お相手さんも、これ、星4にもう一回し直したでしょ、間違いなく。これもう一回いけるわ。オッケー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 。いいよ。で、お相手さんのちゃんとスキル見て。うろ。いやー、今、もう一発撃てたな。これ絶対。しまったなー。いやでもこれ僕の方がかなりあれなんじゃない？有利対面ではあるよ。星4作るの大変でしょ。もう作れないんじゃない？さすがに。一回もう一回売るかい？もう一回売ったらあれなんじゃない？さすがにお金足りなくなるんじゃないかな？どうかな？さあおばあちゃん耐える。次の多分スキルで撃てる。いけ！よし！ああ、撃ったかな？多分撃って、でもう一回でも作んないといけないじゃん。それは厳しいんじゃないかな？どう？これきついんじゃ、焦げてる暇じゃないって赤座くん。わかるかな？で、ここで全逸いこう、全逸。早く、1万になってくれ、1万。1万になれば、全逸出せる。いや、でもこれ、あれか。そっか、赤座が突破、しゃあないな。これ、いけ、全逸いこう。で、多分ここで出していく。ああ、やられたか、ここで。そうか、でも、だいぶ前線、
そうだね、ここちょ押し上げはしたかな、押し上げはできた。でホワイトさん星4まで上がってる。多分しばらく攻めれないんじゃないかな、どうかな。多分お金結構使う。何やってんだお前やる気ないならお前帰れ。もうなんでねえ、なんで違うじゃん。ちょ本当にさ、いやーそれはちょっとさすがにないって。ええー、おおいいと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 、あなるほど、これダメだな、どうしよう。これさっきの結構、待って待って待って、違う違う違う、売りたかった売りたかった売れんかった。あでもちょっとダメージ与えてんのか。いやーまずいな、これこれまずいね。赤座艦隊を作っていくか。善逸ダメでしたね善逸ダメですだね。これはじゃあ分かった、赤座艦隊で攻めに行くわ。赤座を出してレベルマックスにして、でもう一体もあの間髪入れずに行きましょう。さあそろそろ出してくるか、まだ出してこない。間髪入れずにまあ、ちょっと間開けて第2陣みたいな感じで赤座を出していく。ちょっとこれは長い戦いになってくると思うな。まあこのレベルの人に勝つには仕方なきこと。うん、まあそうだね、1回の赤座、まあ玉砕角、いやもう結構あれだったね今、早め、ん？なんだ？なんだ？な、これなんだっけ？敵の、あれ？敵のこれ防御力こっち？違うよね。え、何の技だっけ、だっけこれ。あ、ちょっと待って、やられてるわ。ん？これ、ここ使、これ使ったね。ライフ泥棒、ライフ泥棒、ほう、歩いてる敵にダメージを与えるとかだったっけ、どうだったっけね。ボスをスポーン、まあ、人工関係ないんだよねこれは。ここじゃなくてさ、いやーおばあちゃんをさここバグっちゃってんのがマジできつい。これなければもうちょっと溜まりやすくなってんだけど。お相手さんも、あでもお相手さんも13なんだよね。もしかして同じミスをしてしまったのではないかな。ありえますね。じゃあまだまだだな、4万ぐらいになったら行くか。お、うわーここで赤座を置いてくる。じゃあちょっとこれもう早めに対処しよう。赤座ちょっと育てられると困るので、ここでもういきなり行っちゃって、でもうちょっと待つ、もうちょい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 待つ、まだ、はい、ここら辺、ここら辺でもう一発赤座くん行っちゃって、ちょっと殺意マシマシでいきたいと思います。はい、これでどうだ、結局、うわー善逸だ、善逸止まるんじゃないの、大丈夫、やばい、お相手さんもおな、あ全く同じミスしたんじゃないかな僕と、あのおばあちゃんさ。あちょっと待って、これ売りたい、あーやられちゃったか。いや全然ダメだこれ、あでもちょっとダメージ与えたかな、どうなんだこれ、やばいか、やばいか、よし OK、 あー売れんかった、くっそ、いやでもだいぶ減らした、だいぶ減らした OK で、善逸は、善逸は、あー止まったわ善逸止まったわ、パンパン止まったな、善ちゃん、善ちゃん止まったね多分。いただきます。いやでもこれもう一体赤座いるな、これじゃ多分ダメだ、えしまったな、これもう、うわ待ってめちゃんこ食らうわ、ダメだこれ、ダメだやっぱり、2人でもきついな。なんか赤座1体を、あの分かった、これ赤座まず1体2000、あのレベル1でいいわ、レベル1をまず出して、で無惨に攻撃を打たせる、でその後第2陣でレベル4の、赤座を出していくと、その戦い方が一番いい気がする。でなんかここら辺なんか入れて、でもこれあれなんだよね、キャラクターの攻撃力 20% じゃないんだよなこれ確か、こういう歩かしてる敵キャラクターの確か防御力とか攻撃力しか上がんないから。てか僕ダメ、あれだわ、おばあちゃん、おばあちゃんしまった、これだけど行くか、これ、あ宝箱よし、でこれを
まあ無惨これにセットしとこう。ででよ行っちゃおうか。まず赤座を出す。でちょっと歩いてもらうわ。あれうわ赤座来た。待て赤座くん、赤座くん来たぞ。これ待て、これやられたら即おばあちゃん出そう。これはちょっと一回守りに集中する。守りに集中して、ええ待って、うわ違う、これじゃ君じゃない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 、ちょっと待って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 、うわやられたわ、やられたやられた、まずい、これまずい、ちょまずい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 、あー終わるかも、あー助けてくれー全員行け、こういう時こそ守るよ、守るんだ、いや消えたー、くそーダメかー、これは負けたかなー、あー一瞬でやられた、もうダメだね。そうかー、星4星4、うわ全員歩けるんかお前歩けるんかい、なるほどな、もう一気に攻めていかないとダメなんだ。ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、わーい、いやー強かったなー、いやあなたもやはり善一さんを集めていたんですね、さすがです、ありがとうございました、ありがとうございました、どうもどうも、いやちょっと勉強になるな、うん、でも善一通ったね、ここの橋、ここの橋を通ったから、で、あれ決着終わったよ、僕、わしは負けたぞ、 なんでじゃ俺攻めていいのか、あえて嬉しかった、あこちらこそありがとうございました、どうもどうもありがとうございます、楽しかったです、いややはり強い方とやるのは楽しいね、これなんかどうしたなんか止まってるけど、どうしようかな、じゃあちょっと退出しようかな、じゃあちょっと ありがとうございました、ちょっとごめんなさいね、これ試合もう負けちゃってるんで、ごめん、回線切りみたいになっちゃうけど、切りますね。すいません。ありがとうございました。じゃあね。